ガーズイ・ウッディーン・ハイダル・シャーは、北、インド、アワド・ハン王国の君主。ムガル帝国からの正式独立前は、ガーズイ・ウッディーン・ハイダル・ハーンを名乗っていた。ガーズイ・ウッディーン・ハイダル・シャーの宮廷1814年7月11日、父である、アワド・ハンをサーダとアリー・ハーン2世が死亡したことにより、ガーズイ・ウッディーン・ハイダル・ハーンが大衆を継承した。 1818 18年10月19日、ガーズイ・ウッティーン・ハイダル・ハーンは、アワド王を戦し、自らのナでカ兵を鋳造するようになった。ここから、アワドの君主は、大主ではなく王として扱われ、王を意味するシャーを名乗ったが、大主を意味するナワーブの称号も併用した。また、1819年10月8日、ガーズイ・ウッティーン・ハイダル・ハーンは、 ムガル帝国の皇帝アクバル2世に対し、正式に独立を宣言した。これにより、アワドはアワド王国となったわけだが、当然ながら、イギリスに従属する反王国であることに変わりはなく、ラクナウにはイギリスの駐在官が滞在していた。1827年10月19日、ガーズイ・ウッティーン・ハイダルシャーは死亡し、息子のナーシル・ティーン・ハイダルシャーが、 半応意を継承した。ありがとうございます。